今回は海上輸送における貨物保険と保険金額の計算方法について解説をしていきたいと思います。国際物流に慣れていない人は貨物保証の問題を軽視してしまうかもしれません。日本国内だけの輸送だと貨物の破損や紛失というのはあまりないかもしれませんね。しかし国際輸送ではあらゆるところに危険が隠されています。もしあなたの貨物がちゃんと保険に入っていなかったら、貨物に破損などが発生した場合は誰も保証してくれません。これは日本国内の輸送であれば商品は割と安全に運ばれてくるんですが、国をまたいでの国際輸送の場合はそう簡単にいかないのが事実なのです。国際輸送では船の上で貨物が揺れたり、陸送中に事故にあったり、また国にもよりますが、作業員の雑な見扱いが非常に危険なのです。この万が一のアクシデントに備えての保険の価格と海上保険の計算方法については理解をしておいた方がいいでしょう。海上保険とは主に外国へ貨物を輸送するときに発生したダメージの費用をカバーしてくれる保険のことです。海上保険というので海上輸送のみで適用される保険と思われてしまうかもしれませんが、空路や陸路でも保証対応とされる包括的な保険もあります。海上の貨物保険をかけるにはフォワーダーに保険をお願いしますと一報を入れてください。どこからどこまでを保険適用対象とするかはフォワーダーさんにご相談ください。海上保険の金額の計算方法をご紹介します。海上保険の金額は保険会社×保険の内容にもよるのですが、一般的なものでインボイスバリュー ×110%×0.3% となります。最低金額は30ドルぐらいです。保険の利率は分かりました。では具体的な計算方法をご紹介していくことにしましょう。保険の利率が 0.3%、 インボイスバリューが2万ドル、保証適用割合がインボイスバリューの 110%、 保証適用金額が2万ドル ×110% の2万2000ドル、保険金額は2万2000ドル ×0.3% の66ドル。最低金額が上なので、この金額が保険会社に支払う金額になります。冒頭に説明したように海上輸送ではコントロールできることが少なく、不良の事故や問題の発生があったりします。保険金額自体は一般的なもので約 0.3% です。そして最低金額が30ドルぐらいです。あくまで保険なので万が一に備えてのコストになりますが、可能な限りリスクを理解しコントロールするのが大切ではないでしょうか。いかがだったでしょうか。国際物流では貨物がお客様に届くまで様々な貨物のダメージリスクが存在しています。そのような状態で全てのリスクをコントロールするのは簡単なことではありません。万が一の貨物ダメージによるトラブル、またそれを対処する労力と時間を考えたときに貨物保険に入っておいた方がはるかに安心感が違います。なのでお客様には可能な限り毎回貨物保険に入ることをお勧めしております。このチャンネルでは貿易や国際物流に関しての用語や実務内容を詳しく解説をしています。貿易のお仕事に興味のある方や、実際に貿易の事務や実務をされている方の参考になればと思い更新をしています。もし今回の動画の内容が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。